こんにちは。ツイッターのトレンドでね、若者の車離れっていうのがね、また入ってますね。これ定期的に若者の車離れっていうのがあるんですけども、いやこれね、なんでそうなるかっていうと、私は思うんですけども、そこそこ年齢いった人が、かっこいい車に乗ってないからじゃないですかね。いや、さすがにね、なんかこう、先に車に乗ってる人が、かっこいい車の乗り方してたら、ああいう風になりたいな、みたいな感じで、若者も、車を手にするんじゃないですかね。ちょっと昔の話になりますけども、我々がね10代の頃って、その大人社会でいい車に乗ってる人がね結構いたんですよ。ね、よろしくメカドックみたいなね車の番組があったりとか、まあバイクもののねなんか青春番組があったりとかね、アニメがあったりとかドラマがあったりとかしたもんですよ。でトレンディードラマね、みんなねかっこいい車に乗って女の子ねこう口説いたりしてるわけですよ。そうなると、まあモテない私でもね車があったらモテるかもしれないなと思うわけじゃないですか。で、実際車があったらモテるんですよ。それだけで。だから車のかっこよさで、自分のかっこ悪さがちょっとね、なんか助けられるというか、下駄履かしてもらえるというかね。だそういうところを見せていくと、あれですよね。若い奴らも、車持とうかなと思うんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうかね。つまりね、若くない奴が、かっこいい車の乗り方してないから、やっぱり、車あってもしょうがないよね、みたいになっちゃうんじゃないですかね。だから、フェラーリなり、トランスまでに BMW なりなんかわかんないですけども、まあ、かっこいいね2シーターの車にバーッと乗ってねいいところ見せていけば、わあすげえなーと、俺は若くして乗りたいよみたいな感じでね、追いつき追い越すの精神で若者の車離れは終わるんじゃないかなと思いますね。でむしろね車の若者離れじゃないですか。なんか機能性ばっかり追求してかっこよくない車が増えちゃったんじゃないかなと思うんですよ。どうですかね、やっぱりね、プレリュードぐらいのね、ナンパカーが今ありますか？ないですよね。なんかね、フェアレディ Z みたいな、なんかその名車の中央を貫くようなものが今、日産なりトヨタから出てますかね。機能性重視とか、なんか居住性重視とか、燃費とか言ってね。まあもう野暮ですよ。燃費なんてね、リッター3キロを痩せ我慢して乗るところにかっこよさがあるわけじゃないですか。まあでもね、若者の車離れって、別に昔も車離れしたんじゃないですか。この話題ってだから20年とか30年言われてません？若者の車離れって。いつからなんでしょうね。多分ね、1980年代はまだ車が高級品で誰も持てなかったんですよ。で、1990年代はそこそこ高級車が出ていたんですけども、2000年を過ぎると若者の車離れってもういきなり言われるようになってきてね。いや、さすがにね。そうなるかなと思ったんですけどね。まあいろんな考え方があるもんです。ここにも書いてあるんですけども、若者の車離れがトレンドですが、奈良に住めば毎日鹿に乗って通勤できるので、ガソリン代も自動車税も必要ありません。若者の皆さんは奈良に住んで鹿に乗りましょうということで、これね、若者は車を離れて鹿に乗ってるらしいですよね。これ広島の宮島でも、鹿に乗って通勤とか通学してるらしいんで、一度宮島へお越しください。いってらっしゃい。